中共ウイルスの発生から2年余りが過ぎた今も、中共当局は極端な感染症対策を継続し、各地の大学が次々と封鎖管理を実施しています。多くの学生は大学入学以来、ほとんど学生生活を封鎖環境で生活しており、大学側は学生が感染症について論じることも禁止しています。ある大学の学生はネット封鎖を突破して、学校が封鎖された。 人間も狂ったと投稿しています。感染が拡大する中、中国各地の大学で極端な封鎖管理措置が取られ、多くの学生は感染症対策の中で大学生活を終えました。中には自分は偽大学に入学したのだと実調気味に語る学生もいます。大学入学以来、基本的に封鎖が解除されたことがない、学校が始まってから現在までほとんど毎日、 寮と食堂と教室を行き来するだけだ。オンライン授業に変わってからは、寮と食堂の間を往復するだけになり、その間にグランドでの PCR 検査が追加された。多くの大学生はネット封鎖を突破して、海外の SNS に学校が封鎖された、人間も狂ったなどと不満を投稿しています。学校封鎖で窒息しそうだ、自由な生活を渇望している。 長春が封鎖された。学校も封鎖された。私の頭もおかしくなった。学校にいても封鎖される。それに毎日 PCR 検査がある。高訴訟南通市販高等専科学校の学生、大雄さんは、自分たちが入学してすぐに学校が封鎖されてしまい、それから現在までの間、封鎖が解除されたのはわずか1ヶ月から2ヶ月しかなかったと明かしています。 彼らは感染症を理由に挙げて不要の外出をするなと言いました休暇ももらえないし学校からも出してもらえませんフードデリバリーもできませんもしそれがバレたら過失として記録されます学生は強制的に学内でしか買い物できないようにさせられています もし本当に我々の安全を考えてのことだったら、通学生や教師をあんなに自由に学校に出入りさせるべきではありません。大湯さんは学校が封鎖されてからすべての商品が値上がりしたとも明かしています。学校長の親戚が経営している学内の美容院を例に挙げると、封鎖前のカラーリングの値段は50元でしたが、封鎖されてから280元に値上がりしました。 しかも学校は学生に毛染めを強制しているといいます我々にもどうしようもありません意見を言った学生もいますがすぐに呼び出されました何人かの学生は問題点を指摘した結果共産党初期によって直接事務室に連れて行かれました彼らはウェイボーのアカウントを削除させられたり投稿を消すよう言われたりしていますつらすぎます 学校がずっと封鎖されていて学生は何もできません。吉林農業下記学院は3月中旬に封鎖されてから感染症対策に混乱が生じたことで多くの学生が交差感染しました。学生たちはインターネットを通じて支援を要請していましたが学校から圧力をかけられました。学校職員は学生の家族がパニックになるから 感染症が広がっていることは絶対に言えないと明かしています。上海交通大学も感染症対策として封鎖されていますが、学生は感染者と非感染者を分けずに隔離されており、薬も不足しています。現在、上海の複数の大学が未だに封鎖管理されており、学生はインターネットに助けを求める投稿をしましたが、削除されました。 3等現代学院は封鎖後、学校側は学生がインターネットに感染状況に関する情報を投稿した場合、アクセス数が1000を超えると犯罪だと脅しています。またある学生は学校が封鎖されてから学院の物価が跳ね上がり、もともと9元だったインスタントラーメンが33.7元に値上がりしたと明かしています。 また、学院内で PCR 検査を行う際にも混乱が生じており、1000人以上が一度に集まって検査を受けるため、朝から列に並んでも終わるのは午後だとも話しています。3月12日に PCR 検査を受けるよう通知がありました。それで朝からお昼までずっと並んで、ようやく受けることができました。 学校は教室で遠隔授業を受けろと言いますが、大教室にはたくさんの人がいます。少ない時で70人から80人、多ければ100人以上もいて、感染するかもしれないと思うと、本当に恐ろしいです。吉林省の複数の大学も学生に対し、学校内の感染状況をインターネットに投稿してはならないと警告しています。 3月13日、先生省西安市の大学でも事前通告なしの学校封鎖が行われ、学生は校内のスーパーマーケットで生活物資を争うように買い求めました。重慶市では12日から全市の学校が封鎖管理下に置かれ、数万人が一箇所に集められて PCR 検査を受けました。不要の外出もできません。 また別の動画では、ある青年が感染症対策スタッフの目の前で、僕だって家族を養わなければならないんだと泣き叫んでいる様子が撮影されています。ネットユーザーは次々と辛すぎて見ていられない。 もう3年目だ。対策が行き過ぎだ。私はまだ家族を養う必要がないが、これ以上封鎖が続くと私も頭がおかしくなるだろうなどと投稿しています。NTD ジャパンがお伝えしました。